瀬戸内寂聴さんと美輪明宏さんの対談。こちらのショート動画がおかげさまで多くの方々にご視聴いただいているのですが、誤解されている人が一定数いらっしゃるようなので、この動画をご参照いただけると嬉しいです。で、私ね、私は内側に意見ありましてね、で昨日も言ってきたんですけども、本籍地は山里町202番地、で今では平和町ってなってますけどね、長崎大の原爆の中心地、あそこはもろにやられて、おばなんか住んでたんですけど、私は行ったり来たりしてて、もう一軒は父方の方で元宿井町って言いましてね、でそこでカフェとかやって、で丸山遊郭の寄山地のところで、1階がお風呂屋さんで上が料亭 でそういうものをやってましてね、その戦前はその色町でございまして、でお風呂屋もやってます、でそうするとお風呂屋さんにね、あれが来るんですよ、いろんなお客様が。で今でこそどんなアパートだってお風呂がありますけども、昔はお風呂のある地って尊敬されてくらいで、皆さん少々いいうちの家庭の人お風呂に入りに来ます、で立派な身なりの人が裸になると、へーっていうようなね、本当に干物がこうなんだかそぎ落としたような気の毒な体だったり、それから酔いと負けのおばさんみたいにね、肉体労働者で、そのおばさんね、おじさんが裸になると真夜の彫刻みたいな素晴らしい体が出てくる。着てるものって一式じゃない、でこの裸がこの人の本物なんだと、それから思って、今度カフェやってますと民商売で町の偉いさんが、いろんな種類の偉いさんが見えるわけですよ。ところが普段行い済ましてこうやってる人が、お酒とともに正体を表して、でホステス女給さんの裾に手を入れたり頭入れたりして引っ叩かれて、酒かけられてヘラヘラしてる。この人の昼間の顔一体何なの、嘘じゃない、じゃあこれが本物で、それから私は人を見た時に着ているもの、容姿容貌、つまり顔形、年齢、性別、国籍、肩書き一切見ないで、目の前にいる人の心が、純度がどれだけ高いか低いか、美しいか優しいか、思いやりがあるかとか、そっちばっかり見るようになったんですよね。だから人々に、私は見えるものは見なさんな、見えないものを見なさい、それは心ですよ、目の前の心はねどうかと、それだけが問題です、そういう価値観で見るようになったんで、自分が綺麗だとか汚いだとか、そんなことを仮の姿であってどうでもよろしい、とにかくそうじゃなくても美しい心の人もいるわけだし、でまた政府の法則ってね、正しいと書いて負けると書いて、プラスとマイナス、陰と陽、吉と凶、この2つのもので世界は成り立ってて、ものすごく綺麗な人っていうのはそれだけのものすごいツケが来るって。だからね、人間はほどほどの雨水がしのげるうちがあって、でそして、着るものなり食べるものそこそこにあって、でそして愛するお友達なり、恋人なり家族なりが誰かいてくれれば、もうそれが一番ね、平和な幸せな人生、骨折り損のくたびれもけにならなくて済むんですよね。あの世に持っていけないんですもの、死んでしまったら家も土地も財産も誰かのものになっちゃう、だから一時この世で借りてるだけなんですよね。それに気がつけば皆さん無駄なことはしないんですよね、私はだから無駄なことはしたくないんですから、だから腹六分腹八分っていうのがこの人生の一番のコツだと思ってますけども、いかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。